いや、ちょっとマジで、いや、いろいろテンパっちゃったな。あ、すいません。そうですよね。結構時間が経っちゃった。いやー、やっとよかった。できた、できた、できた。あ、できてよかったです。テンパったね。皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当に。ゆうち、ごめんね。あ、全然大丈夫です。いや、びっくり、できた。できました。いや、俺もテンパったわ、めっちゃ。あ、テンパります。めっちゃテンパったわ。コラボ配信って難しいんですよね。私も一回現役の時やったんですけど、なかなかできなくて、難しい、うん。はい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 。いや、そうよね。いや、俺もうちょっとこのままやばいんじゃないかなと思って。で、もうゆっち寝ちゃうんじゃないかなと思って。寝ないです、寝ないです。加賀さん、今地下鉄にいるんですか？いや、今外、外、外。外にいるんですか？あー、外。はい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 。外に、外にいるよ。暑くないですか？いや、暑くない。めっちゃ涼しい。そうそうそう。そうなんだけど、いや、ほんとに、はい。コラボむずいと思って。ずいですよ、ほんとに。そう、 うちのマネージャーとか全然 OKOK な感じで、うん、でただ難しい。白井さんに会いたい。いやいや、白井同士、白井さん同士でコラボめっちゃ面白そう。ゆうちありがとうね。はい、全然大丈夫です。でも経営スタイルラジオを、はい、ちょっと次ラストだから、はい、盛り上げようっていうコラボ配信で、はい、であとゆっちの告知とか、はい、俺が今イベント中で、はい、まあその辺3つ一緒にやった方がいろいろクレームもないかなと思ってて。はい。全然いいですよ。あ、そう、ゆっちとのコラボが始まったら加賀さんがめっちゃ笑顔になったっていうファンだ。白井パワーで。でゆっちも偉いよね。私です。偉いと思うよ。なんでですか？いや、俺は言わんけど、言わんけど偉いと思うよ。偉いですか？私ですか？ありがとうございます。それは俺と言ってだけがわかるやん。はい、なんか褒められました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。理由もわかるもんね。はい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 。ありがとうございます。俺は絶対言わないけど、ゆうち偉いなと思うよ。ありがとうございます。で、ありがとうね。で、今回これ盛り上げようっていう最終回のゆうちの掲載ラジオを盛り上げようっていうのと、はい、であと、いわゆる僕がイベント中っていうのもあったりとかして、はい、で、あ、プラスアルファゆうちがなんか告知があったらいいんじゃねえのかなっていう、はい、今よかると思ってるやつなんですけど、はい、ゆうちなんか告知ありますか？私の告知本当に1個しかないんですけど。おお、行こうよ行こうよ、告知しようよ、しようしようしよう。10月の21、うん、22、23に、はいはい、妹のやってるラジオでゲストとして出演させていただくことになって、はいはい、21日は妹福岡聖奈さんという、うん、現役 AKB48 の方が出演して、豊永の HKT の豊永のあーちゃん大好きよね。そうなんですか？そう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 。22日に福岡聖奈さん、うん、私、妹、3人でトーク。で、はいはいはい、23日が私と妹だけのイベントとなっていて、結構もうチケット、明日からかな、なんか、多分、公式ツイッター見てもらえばわかるんですけど、書いてあるので、よかったら皆さん来てください。はいはいはい、もう絶対行くでしょ、みんな、それは。いや、本当に来てほしいですね。多分もうそろそろ終わるんじゃないかなって思ってるんで、結構本当は最初一回きりのはずだったんですよ、うん、こっちゃんの私の妹のイベントに出させてもらうのが一回きりのはずだったんですけど、はいはい、結構なんかまたやってくださいって言われたので、うん、ずっとそれが続いてるんですよ。だけど皆さんが来なくなった瞬間、もうそのイベント自体なくなっちゃうんで、来てくれたらこれからも続くかもしれないです。あー、なるほどね。そう、ぜひ。ゆっち、それはまだチケットは大丈夫なんよね？チケットは今からなんで全然、あ、そうか、あの
はい。取れます、はい。あのね、俺の方のコメントで、はい。ケントさんが、はい。加賀さん謎にハイテンションっていう。その加賀さんハイテンションですって、父ちゃん。父ちゃんハイテンション。そう、イベント中でして、はい。ほんで、ゆっちの来てる、あの、ファンの方に、はい。あの、俺今、あれなんですよ。あの、松竹、あの、BS 松竹の来年から始まる連ドラ。1月から始まる連ドラの、はい。やつに参加してて。松竹さんのですか？そう、あと、あと東急電鉄も一緒にコラボしてるやつ。すごい。そう、それで今一生懸命頑張ってて。それに出れるってことですか？でも1位から8位までじゃないとダメなんよ。でも8人結構頑張れそう。今ね、そう、今8位で9、10ってな上がったり下がったりしてて。ああ、はいはいはい。今回特別なのが、ゆっちショールームやってるから分かると思うんだけど、はい、1位から8位にずっといると、たまに運営さんとかアバターで来るときあるじゃない？はい。その人たちが決めるんだって。だ、つまり、うん、1位から8位までずっといて、うん、でアバターで来た時に、あ、いいなって思った人がもう合格なんだって。だからオーディションとかないんだってよ、はい、うんうんうん。後日オーディションないから、だから1位から8位の間の方でいいなって思った人だけ引き抜かれるって感じですね。そう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 。8位までに入ればいいじゃないですか、やっぱり。そう。で、それをずっと8位をキープしてないとダメなんよ。はいはいはい。いわゆる9位から10位は見ませんよっていう。なるほどなるほど。そう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 。そういう流れが一個あって。でも、どれくらいのポイント差かわからないんですけど、8万 !8 万ですか？それくらいだったら、なんか、うん、星投げ頑張ればいける気もしなくもないですけど。ほんと、俺よくその辺わかんなくて、俺8万って聞いちゃうと、あ、なんか消費者が金融借りたのかなっていうイメージがあるんだけど、8万って。8万は結構星3周とか、ファンの方に覚えてもらえれば、その埋められない差ではないと思います。あ、そうなん？でも加賀さん自身が星3周っていうことを知らないとファンの人にも説明できないから。星3周って何？星3周、星3周は今話すと結構時間がかかっちゃうんで、はい、もし、イベントっていつまでですか？なんて？イベントっていつまでですか？来週、あ、今週の日曜日まで。ああ、じゃあそれまでに別に、なんだろう、私が今まで勉強してきたやつをそのままお伝えできればそれでいいと思うし、でも、うん、多分私の説明じゃ分かりにくいかもしれないから、そのショールーム星3周って言ったら、うん、すごい分かりやすいサイトとか出てくるんですよ。おー、すごい。するので勉強して、かつファンの人に伝えなきゃいけないから、それがまた、はい、めんどくさいじゃない。ちょっとめんどくさいんですけど。そう、でもそう、ファンの人はそれをなんかちゃんと自分で頑張った分だけ、そのちゃんとファンの人もついてきてくれるから、お、加賀さんが頑張るべきです。あ、なんか初見で塚さんが8万なら3周とか60人で1回の配信ひっくり返るねっていう。あ、1回の配信でひっくり返るぐらいなんですよ。できます。あ、そうなんだ。全然めちゃめちゃ大変よ。はい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 。難しいですよね。いや、難しいよ、ゆっち。1日に何時間配信できるんですか？2時間。2時間？じゃあ30分刻み。じゃあ、30分。40分かけるか？2時間で何回の配信とか決まってるんですか？ 3 回以内とか。あ、そう、2時間で、そうそうそう、2時間で3回、3回し。3回しかできないんですね。じゃあもう3回全部星3周やってもらうしかないです。
あそうか。何時間分けると。でめちゃめちゃ今本当みんな頑張ってくれてて、でも大変なんよ本当に。あ、じゃあ2時間。難しいですよね。なんか星3周するときは確か配信と配信の間を何時間？ 1 時間45分だっけ。ああ。開けなきゃいけなくて1時間45分以上。あれ皆さんそうでしたよね。ちょっと私のコメント欄で見てみますね。見てみて。本当に私しばらくやってないからちょっと忘れちゃったけど、確かゆっちそっか、だから確かに詳しいな、俺より詳しいと思う。うん、あの大体2時間空ければ星3周できるんですよ。でも7位まであと6万6千ポイントだよ。いや全然いけます、いけます。本当に？はい、いけます、いけます、全然大丈夫です。本当？うん、えげつない苦労してるよ。いや、行きます。加賀さんが強気になったらみんなついてきますから。本当に？いけるいけるいけるって言ったら行きますよ。なんか弱気、私はファンの人から言われたのは、なんかゆっちが弱気になった瞬間、はい、僕らも応援できなくなっちゃうから、ゆっちが頑張ってくれてれば、もう僕ら頑張るかみたいな言われた。だから加賀さん、そうか、行けます行けます、加賀さんが頑張る頑張るって言えば。で 俺がね今日ねちょっと仕事の関係で、はい、開始時間が遅れちゃったんよ。そうだからちょっと目かけちゃったなみたいな。そうですね、なんか開始時間は結構守ってほしいって結構思われちゃうので、その星3周とか結構時間を綿密に考えてやらないとできないんです。いやーそうだよね。あ、皆さんが教えてくれた40分配信を3回ですって。で、例えば配信開始昼の12時だったら、まあ12時40分に終わるんですけど、まあ配信開始を3時間ごとに分ければいいんで、12時にやったらプラス3で次は15時、15時にやったら次はプラス3で18時みたいな。はいはいはい。でも別に開ける分には全然開けていいんですよ、うん、配信と配信の間を狭めすぎるとダメダメなんです、ね、あだから4時間でも開ける分には開けていいんですけど、そのみんなが見てる時間にお昼休憩の時間とか、なんか、うん、仕事終わった時間に合わせるとか、そんな感じです。そうかな、俺それがちょっとなかなかクリアできなかったかもしれんな。はいはいはい。でも確かにね、星3周あれば本当にギフトなくても結構ポイントたまるんで、うん、とりあえず一人でも多くの人に覚えてもらえれば、その分ギフト分、全然1000円ぐらいのギフト分は全然稼げちゃう。なるほど。星3周かける50ってこと？はい。そうか。そもそも3周やってくれる住人が何人いるのかっていう、その60人。60人か、その、なんていうの、3周を60回やればいいってことなんで。うん。なんだろう、配信ごとに分けて何回も同じ人にやってもらうかとか。ああです。だからなんかコメントで、はい、いやみーさんっていうコメント、あのいるんですけど、はい、みーさんが今日加賀さんの配信が遅れることを見越して、はい、ステップスの時間を遅めに行った私偉い。あー、はい、あのその人頑張ってくれてる。どういう意味ですか？ステボシっていうのはこれわかるかな。ショールームって星を、なんて言うんだろう、1個の星、赤とか青とか黄色とかあるじゃないですか。はいはいはい、あります。その星をかける99個までしか貯めれないんですよ。はい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 。
全部の種類、各種類ごとにかける99個しか貯めれないんですけど、うん、なんて言えばいいんだろうそれのなんか、あの1時間にかける99しか貯めれないから、うん、頑張ってみんな貯めるんですけど、はいはい、そのまた1時間をリセットするためにもうたまらないけどルームに回ってまた星をもらって星を99個より溢れさせることを捨て星って言うんですよ。でも多分これ初めて言われても絶対わかんないです。私もわかんなかったから。難しい。うん、だから捨て星は本当に何時何分に捨て星って自分でアラームとかかけとかないと難しいやつで、はいはいはい、加賀さんこの配信終わった後に YouTube で超ルーム星3周って調べてみてちょっと流し見するだけでもすごい頭に入ってくると思うんで一回見てみてください。そう、なんかいろんな、うん、コメントくれてる人から、はい、もう加賀さんちょっとそれは、うん、まずいんで、はい、ググってくださいっていうのがあって、あと、もう違う話題に行ってくださいみたいな。はいはいはい。なんかちょっと、確かに私のコメント欄でゆっちさんダメです、加賀さんパンクしてますってきました。加賀さんパンクしてる。いや、でも、はい、そうか、そうか。じゃあそしたら、でも今コメントで、はい、捨て星の時間が来るとフルができなくなりますとか。そうですそうです。そうやね。いや本当に加賀さんのファンの方いい方いますね。なんか捨て星やってくれるんですよ。はい。何か。はい、私はさっきの再活になるんですけど、再告知になるんですけど、10月21、22、23で妹とラジオのイベントをやります。それでゲストの方で AKB の福岡聖奈さんがいらっしゃるので、ぜひ皆さん見に来てください。詳細は Twitter の方に上げておりますので、そちらをご覧ください。はい、ということで福岡聖奈さんが来ていただけるそのラジオというゆっちが、ちゃんとメインを張るというか、ゆうちがちゃんとやるという流れの中のイベントですね。楽しい楽しいイベント。はい。ってことですね。で、はい、ごめんなさい、パンクーバーさんが、もう加賀さんが本気になればファンは何とかします。とにかく時間設定と事前告知ということで。はい。ちょっと言っていただけたので。頑張ってください。で、今僕がですね、それで言うと、BS 松竹さんの来年の春の連続ドラマのイベントにショールームで参加してまして、はい、まあそれで今頑張ってるところなんですけども、1位から8位までにチャンスがあるんですよ。で、1位じゃなくてもいいんですけど、常に8位にいなきゃいけない。はい。で、運営スタッフさんがアバターで来てくれると。なので、その時がアピールポイントだと。はい。なので、今8位なんですけど、常に8位にいなきゃいけないっていうことが、大事なんだな、ということを、今、僕は、改めて言いました。はい。今、改めて言いました。頑張ってください。はい。で、僕は一人で今日12時35分まで配信しますんで。はい。で、ゆっちはもうちょっと12時回っちゃったんでね。はい。明日一緒にロケですから。はい。今日はもうそろそろだと思ってます。今日じゃあゆっくり寝て明日に備えたいと思います。お願いします。で、ゆっちの方からちょっと僕のことに対して応援のメッセージお願いします。はい。カイト違うのよ。はい。違うのよ。いや、K スタイルやってきてね。ああ、はいはいはい。加賀誠一が、今ピンチなんよ。
イベントで、はい、イベントでピンチなんよ、はい、1位から8位まで常にいなきゃいけなくて今8位だから、はい、いつ9位になるか10位になるか分かんない中で、はい、ここでやっぱこうゆっちのルームに来てる人からもしてみたら、はい、何かこうあるじゃない、こうあの頑張れっていうそのショールーム的なのあるじゃない、はい、はいはいはい、じゃあちょっとお願いしていいですか、はい、最後に、はい、ゆっちーずの皆さん、加賀さんを応援してあげてくださーい。あれ、ありがとうございます、ありがとうございます。で、ゆっちーずのファンの反応だけ教えてください、コメントで。コラボありがとうございました、面白かったです。関係ない、関係ない。あ、でもこっちにも来てますよ、初見ですっていう。初見だ。あ、でも加賀さんフォローしましたって。あ、はーいって言ってます、はーいって言ってます。あ、嬉しい。はい、テロップだけでもカウントお願いしますって入れた方がいいって言ってくれてます、うん、そうです、そうです。これから投げに行きますだして。あ、嬉しい、ありがとう、ありがとう。ちょっと今テロップ入れますね。はい、カウント、みんなありがとう、ありがとう。今何時ですか。今12時11分です。あー、やばい。で、俺時計持ってる、やばいですね。カウントお願いします。はい、皆さんコメントだけでもカウントお願いしますね、はい、お願いします。で、明日ロケですから。ありがとう、あ、はい、で、明日ロケで、そうなんで、明日は僕も3回配信するんですけど、あの、明日のロケ中でもしかしたら1回配信するかもしれないです。はい。あ、なので、みんな言ってくれるらしいです。ありがとう。嬉しい。だから、あの、ルームの方で、フォローしてくれたルームの方で明日のタイムテーブルを、あの、後ほどやろうと思います。はい。で、夜2回やりますんで、だ1回どっかでロケのとこ被るかもしれないんですけど、あの、今村ディレクター、FM 京都のラジオのディレクターとの話し合いがまだできてません。なので、はい、一旦それはちょっと流動的なんですけど、よろしくお願いしますということで。はい。はい。ということで、ゆっち、明日。はい。ラストのロケです。はい。楽しみです。頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。ということで、長々とありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。じゃあ最後にもう一言言って、ゆうち部屋の、やりを切りましょう、アウトにしましょう。そう、雷鳴の一言みたいな感じでやめてもらっていいですか。どうしよう、なんて言おう。あ、加賀さんのファンの方が来てくれた。加賀さんのファンかな、多分。こんばんは、こんばんは。じゃあ加賀さんと加賀さんのファンの方、みんなファイトー。はい、どうですか。こんばんは、いいですか。ありがとうございます。はい、ゆっちー、じゃあ、ま、明日ロケ頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。はい、ゆっちー、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。コラボありがとう。どうも、ドラマイベントがます。はい、ということで、無敵さんがフォローしたのでファンルームとか告知いただけると助かります。ありがとうございます。ファンルーム告知させていただきます。高弘さん、楽しい。